はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はですね、僕って鍵盤というのはほとんど弾けません。コードをジャーンジャーンと弾くぐらいしか弾けないんですよね。今ここ手元にありますけれども、そういうふうにしか弾けないんですけれども、スケーラーとそしてボーグを使っていかにも上手に弾くようにやってみます。コード進行は C メジャーになっていますが、ここにダイアトニックコードがこのように並んでいます。そしてそれをキーボードバインドというスケーラーの機能でですね、ここに灰色の領域がありますけれども、この領域にこの8つが当てはまっているというような状況です。そしてあとはですね、このボーグに送るための領域というのが指定できまして、 C3 から B4 のところぐらいで弾きなさいよっていうような、そういう信号が出るようにしてるんですね。いわゆる幅というかレンジをある程度絞ってるんです。そうしないとなぜダメかというとですね、このボーグの方のまあちょうどいい領域に送りたいわけです。例えばちょっとですね、はい、今ここですよね。それが領域を変えると、はい、低くなりましたね。そしてダイナミックというのにしとけば幅が広がるんですよね。はい、すごく低音のところまで行くので、柿色の領域、ボーグの領域にこう動いてしまう場合があるんですよ。だからボーグのこの柿色の領域に行かないように、ここでですね、領域を指定してちょうどいいところで鳴るようにしてるんですね。そして左手はまあキースイッチだけなんで、ほらこうやったらこのようにキースイッチが動くわけです。あとこのモジュレーションホイールと、こっちのピッチベンドの方はですね、これボリュームなんですけど、途中でこうしたり、そこらをバリエーションよくいくわけです。そうするとどうなるか。指一本で弾けます。ですからこれで和音が弾けます。こんな感じに弾けます。でもちろんボーグのスタイルを変えておくと、手数増やします。バリエーション、はい、このように左手と右手でこうできるわけですね。それを先ほどのリズムみたいな、こんな感じでですね、やって、そしてスケーラーも一緒に同時に音を鳴らします。まあこれを選びます。そうしたらスケーラーからもボーグからも音が鳴りますので、これがどんなことになるかというと、僕のように全くね弾けない人間がこの手のところ見ててください。こっちは指一本ですからね。いきますよ。はい、そうの音鳴らしたら G が弾けるんですけれども、そこに和音を足します。だから G7 だったらファーの音、Cm7、こういうふうにできますから。そしてバックはこんな感じ。今はこういうのですけれども、まあ、バックをですね、コーラスみたいなか、ストリングスアンサンブル、これでやったらこんな感じの音になります。
これもっといろんなバリエーション、はい、こういうのでどうでしょうか。はい、ボーグのいいところはこの出音ですねをもうちょっと低音入れたいとか高音を出したいとか、ここでレンジ変えれますんでですね、出音が変わります。そしてもうちょっとダークにとかしたら音がダークになりますから、はい、これでこのようにやればピアノがパワフルになります。今はメジャーで弾いてますけれども、これをマイナーに変えるとですね、マイナーで弾けます。 C マイナーで弾くと下が変わりますね。便利ですね。下手くそがいなくなってしまいます。ということで、これのルーティングのやり方なんかもまたね、お正月にやりたいと思います。村長でした。